皆さんこんにちは、桐生翔吾役の戸谷公人です。友達、この友情がすごくメインのテーマになっていて、何かこう大人が見ても何かをこう思い出せるような作品がこの一週間フレンズの魅力なんじゃないかなと思います。ピュアさをどうにかして取り戻そうかっていうのを今稽古で必死にやってるところですね。アニメならではの良さもあるんですけれども、やっぱり生身の人間が舞台上でお客さんの前でそのライブ感を出してやるっていうのは、伝わるもんが直接ダイレクトにちゃんと伝わるんじゃないかなっていうふうに思っております。みんなで一丸となっていい作品にして全力で取り組んでいきたいなと思っております。ぜひ劇場に足を運んで、一度と言わず二度でも三度でも青春をぜひ見に来てください。よろしくお願いします。